お疲れ様です。ラットです。今回はですね、こちらの、まあ、久しぶりにスケラフリーズをですね、まあ、やっていきたいなと思いますっていうところで、まあ、ババコヤ入りの、まあ、スケラフリーズですね。で、スペルが、しかも、ヤマメとウッドが入ってるっていう形で、まあ、珍しいんですけど、まあ、これもまた、あれですね、もう、どなたか忘れちゃうんですけど、このグローバルの、なんかこう見てたらあったやつですね。みたいな感じで、はい、今日はこちらをですね、使っていきたいなと思います。で、まあ、よし。早速。とりあえず、まあ、ババコヤが今、意外といいのかな。まあ、ロイホグだったり、まあ、ホグだったり、ジャイにもゴレにも、多分ババコヤが意外といいのかなって言ったところで、やばい。それはやばい。今のは相手のザップがうまかったのと、そういう系ですね。はい。相手は、多分、なんだ？ゴレ的な感じなのかと思いきや、ディガーも入ってて、よくわかんないっすね。なんだこれ相手。何これ早い回転。え？怖い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 。え？アイスピとアーチャーとディガーが入ってるベビドラデッキってなんやねん。マジで。ちょ、これ、芋っての一個下ですね。いやー、この出だしのダメージめちゃくちゃ痛いですね。相手のデッキがわかんない時のこの立ち回りがめちゃくちゃ大変。いや、マジで相手何のデッキかわかんないんですけど。何これ本当に何でも、ファイボだったから、スケラが刺さるのはあるんですけど、相手アーチャーとかいたから。え？やばいやばい、ダメージとかやばいでしょ。もう何もしてないのに。これな、アーチャーどっちかに固めてくれたらな。スケラうわ、ペッカ。これでもアーチャー来るから、これでも攻めたいですね。来ない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 。もう遅れてでもフリーズして、まあ、ダメージをね。よし、オッケー。ちょうど相手のスペルがなかったのか。まあ、ダメージ入りましたね。さあ、相手はペッカー、ディガー、ファイ。って言ったところで、あんま見ないですね、なんか。ベビードラメガゴのペッカ。これはまあ、ババコヤ置いて、いや、相手の回転率がめちゃくちゃ速い。めちゃくちゃ速い。やだやだやだ。これ、アーチャー頑張って生きてほしいの。オッケー。いいよ。で、こうなったら、このスケラからのこのバルキリーがめちゃくちゃ強いんですよね。なんか一応ベビドラを凍らしてあげることによって、このスケラがめちゃくちゃ入りまして、オッケー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 、追いついたよ。追いついた。だいたいディガー削りなんで、相手の、そう、このペッカだけをね、入れなければなんとかなるんで、一回戦略的防衛スケラで完璧に守ることによって、この後が楽になりますね。こう、ヤナアメで対空ユニットに、しくダメージ与えてあげて、オッケー。もうこれで、あとは、まあ大丈夫でしょう。2600が一気に削られることはあんまないと思うんですけどね。これ一応バルキリーでこのババコを残してあげて。あとは、スケラフリーズをしてあげると、多分、決まると思うんですけどね、これは。多分何が来ても、多分ダメージ入るんで。やなめたたウッドで、オッケー！グッドゲーム。よし。危ないな、出だしが怖いっすわ、本当に。だって、ベビドラとか来たら、普通に考えてゴレって思うのに、ペッカのディガー削りっていうので。まあね、ちょいと出だし焦っちゃいましたね。けども、まあまあ、勝てたのでね。結局、フリーズが強い。ただそれだけ。っていうので、次。
ババコア置いてもいいんですけどね、これ一個上に出だし置きたいんですよ。今の手札でババコア置いて逆サイ攻められたら何もできないんで、でもラクビリだったからここでいいや。でこの位置は逆サイホグが釣れない位置ですね。ヤナム打って早く早くババリアン出て、ババリアン、あーもうすぐ休むやん、こやもうちょい働いてくれないとやばいですね。ババコヤ一応7コス使ってるんで、ここで壊れちゃうと結構なアド取られちゃうんですよね。やばい、そこの一体はいる？これも一応、あーなるほどね、まあ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 、ここはねなんとかなんとか。これスケラ打ってもいいんですけど、打って防衛、まだ相手が何のカードあるか分かんない時に防衛されて、まあ、一気にアド取られちゃうんでね、まあ、今のは待ってあげてですね。さあでも相手はジャイプリファルチェ、やばい、これがやばい、これがやばい、これアーチャーセパでセパレートして、やばいやばい、まあまあ今のアーチャーセパレートして2発受けてあげたかったんですけど、まあワンパンされちゃいましたね。やれる、あー君ならやれると思ったよ、俺は君ならやれるよ。オッケー、いいバーバリアン、これはしっかり守って、相手のコウモリに矢の雨打ってからの、はー、それまた聞いてないな。でもこれここでフリーズしてあげて、このねバルキリーでスパーキーを処理していく戦法なんですけど、そこもうまく止められて、今やばいやばい、これやばい、これジャイ来るじゃないですか、やばい、単純にやばい、やばいやばいやばい、これでもフリーズしてあげて、やばい、オッケー、残ったでいけ、これでもとりあえず処理したいから、あー危ない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 、危ないね。いやーこれ怖え、めちゃくちゃ怖くないですかこれ。なんかババコヤ出さなくてもいいのかな、なんかもうやられるやられるだけやん君、やばいやばいやばい、フリーズでもして、フリーズ防衛が最強みたいなとこあるっすね。これやらめ打ってあげて、オッケーオッケーオッケー、まあ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 ね、ババコヤ耐えて、耐えないよね。あーでもフリーズ使ったから、今スケラしたところで多分あんまダメージ与えないな、いいよ、あー惜しい惜しい、これはこうやり続けていくと多分相手は左にユニット重ねてくるだけなんで、一回この辺で右側に振りたい。 OK、 コウモリ咲いた、でこれスパーキーしか相手いないから、これフリーズしなくても相手が結構しんどいはず。でここで遅れてフリーズして、相手バルキリーの処理とかできなくて、このままフィニッシュ、おいしょ、オッケー、グッドゲーム。さあさあさあ、まあ本当にこの逆サイのタイミングがたまたま相手に刺さりましたね。よしっていうので今2000か、いやこれ勝ったら5600だな、調子いいぞ、勝ちて。今のはね、相手がコウモリとか裂いてくれたんで、本当にスパーキーとジャイとスケラと、なんかもう一個スペル相手は手札残して、もう全部ユニット裂いてくれたんでね、今のはチャンスだったんで、もう一気に逆サイ攻めましたねっていうので、よいしょ、とりあえずババコヤ、そうこれが嫌なんですよね、あのババコヤの位置に置いた時にこの逆サイの方が釣れないんで、もう一マスねババコヤを上に置きたくなっちゃうんですよね。でこれあれまたあれだ、インフェホグですね、マジで多分か、迫撃ホグなんですけど、その迫撃ホグの迫撃をインフェにした型みたいなのが今めちゃくちゃ多い、厄介なんですよねこれ。これフリーズしちゃうわ、することない。でこれヤラメも打ったらなんかコウモリとかもラッキーで来てくれるみたいな、
そんな甘くなかったな。やばいやばいやばい。シャシャった、シャシャってダメージそんな入らないし、ダメージ受けた、やばい。ですけどこっからがババコアの本領発揮で、ほら合わせてどこっちの、違う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 、クパルキリーでアーチャーで全然違うやんけ。先ほどまでのインフェホグというのは撤回しときます。やばい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 、受けがない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 よ。これ柳雨ガゴムレに避けたいですけど、やばい、今のも迫撃に当たればっていう、やばい、サイクルが鬼やばい。待ってな待ってな、耐えて、耐えないよね。さあピンチなんですけども、こっからみたいなとこありますね。とりあえずアラームはバイバイして、あー出たよそれな、ずるいよなマジで、本当にずるいと思うわ。迫撃グッドからの、うわいいな、ガゴムネが早い、うわオッケー。でも言うてこさ、さるくね、まあ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 、まだ27秒、問題が時間だ、問題が時間。さあもう一回同じことをするだけなんですけど、こうやらめをサクッとからバルキリー出してあげると、これ相手しんどくね。さあ待って、スケラコストがね、やべやべやべ、あと8秒、8秒だ、無理だわー。もうちょっと時間があればって言ったところで、まあ間に合わず。いやーねー、出だし。やっぱしんどいな。やっぱなんで、あの、しょっぱなの普通のババコアの位置を、やっぱ普通のあの位置よりも多分一マス上の方がいいですね。マジで。あの、置いた瞬間の逆サイホグが、やっぱりきついかな。でもホグじゃなかった時になんか、ね、違うユニットで簡単に壊されちゃうっていうのもあるんで、まあ、そこは悩みなんですけどね。といったところで本日はこちらのスケラフリーズデッキでしたっていうのでね、まあまたまた使ってみてもらえればいいかなと思います。で今日はね、あの1本目の動画も上げてるんでね、そちらぜひね見てもらえると嬉しいなと思います。ではではでは、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。